変長らくお待たせいたしました。塚口駅からここ対馬駅までの対馬線が皆様のご愛顧によりめでたく開通100周年を迎えることができました。お客様への日頃の感謝の気持ちを込めまして、ただいまより対馬線100周年記念発車式を執り行います。私、本日の司会進行を務めさせていただきます、名古屋鉄道営業部の杉浦愛と申します。どうぞよろしくお願いいたします。発車式に先立ちまして、この対馬線の歩みを簡単ではございますがご紹介させていただきます。対馬線は大正3年1914年1月23日に当時の名古屋電気鉄道の路線として現在の琵琶島分岐点にあたる琵琶島橋駅から新対馬駅までの 13.9km が複線電化で開通いたしました。この開通により当時の柳橋から押切町を経由して対馬まで電車が走るようになり、名古屋市内と対馬が鉄道で結ばれました。大正10年に名古屋電気鉄道が鉄道事業を譲渡したことにより名古屋鉄道の路線となり、昭和7年には先に開業していました美西鉄道の対馬駅と新対馬駅が統合され、現在の対馬駅が誕生いたしました。昭和16年に新名古屋駅から琵琶島橋駅までの開通に伴い、琵琶島橋駅から塚口駅までが名義線、現在の名古屋本線に編入されたことにより現在の対馬線の形態が完成いたしました。昭和34年には東海地方に甚大な被害を及ぼした伊勢湾台風が襲来し、路線の多くが海抜0メートル地帯であるこの対馬線も大きな被害を受けましたが、昭和43年に対馬駅付近の高架が完成したほか、平成に入ってからは諸畑駅から対馬駅間の高架化や木田駅、諸畑駅の改良が行われるなど、沿線自治体の皆様とともに発展してまいりました。100年の歴史の中で様々な出来事がございましたが、現在は海士市、愛西市、対馬市から名古屋へのアクセスを担う路線として、1日平均で約5万人のご利用をいただく路線として成長いたしました。ではここで記念列車の発車合図を行っていただく方を紹介いたします。最初にご紹介させていただきますのは、鉄道ファンを代表いたしまして発車合図を行っていただく河井公徳様。河井様は昨年12月に実施いたしました
鉄道部品即売会におきまして、本日記念列車に掲出いたします記念イラスト版を購入していただき、この購入特典として名鉄の制服に身を包み発車合図を行っていただきます。そして名古屋鉄道を代表いたしまして、対馬駅駅長の内澤君隆でございます。発車合図はこの両名にお願いいたします。本日発車式を行います記念列車は、対馬駅を9時57分に発車いたします平吉田行き準急でございます。この列車の入線は9時53分となります。列車の到着まで若干時間がございますので、ここで発車式の際に掲出いたします記念イラスト版を河合様にお持ちいただき、記念撮影を行います。このイラスト版は本日より掲出を開始し、約1ヶ月間全線を走行した後、再び河合様のもとに返却いたします。それではイラスト版を取り付けるため、一度係員がお預かりいたします。お待たせいたしました。まもなく記念列車が入線してまいります。皆様安全のため、必ず黄色い線の内側でお待ちいただきますようお願いいたします。皆様安全のため、必ず黄色い線の内側でお待ちいただくようお願いいたします。
記念列車に記念イラスト版が取り付けられました。それではただいまより写真撮影用に河合様と内澤瀬島駅長に発車合図のポーズを取っていただきます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。それでは発車時間までしばらくお待ちください。大変長らくお待たせいたしました。いよいよ記念列車の発車時間となりました。対馬線は皆様のご愛顧により無事100年間運行を続けてまいりました。そしてこれからも皆様の期待に応え運行され続けることを祈願して発車合図をお願いいたします。発車発車。ありがとうございました。これをもちまして福島県最終100周年記念発車式の終了させていただきます。本日この後福島県最終100周年記念イベント新川県尺入場券争奪福島県ラリーを開催いたします。ゲームやクイズに答え最後の5人に残ると新川県尺の見学ができるイベントです。10時30分より対馬駅の隣にございます対馬駅ビルの2階にて受付を開始し11時よりイベントを開催する予定です。本日有効な各自フリー切符をお持ちのお客様なら誰でもご参加いただけます。ぜひ多くのお客様にご参加いただけますようご案内いたします。本日は誠にありがとうございました。ただいま、観客のところでですね、続けて100周年の裏